皆さんこんにちは、学識サロンのマーです。この動画は普段から忙しいサラリーマンの人でも短い時間で効率的に学ぶことができるように作っています。またもし忙しくて動画が見れない人も、何か作業をしながら聞き流すだけで内容を理解できるので、ぜひやってみてください。それでは早速説明していきます。今回は又野成俊さんの著書、プロフェッショナルサラリーマンについて紹介していきたいと思います。著者の又野さんは31歳の時に社内ベンチャーを立ち上げ、その会社をたった数年で年商14億の会社に育て上げた方です。サラリーマンでありながら経営者のスキルを身につけていて、まさにこの本のタイトルの通りプロフェッショナルサラリーマンなんです。このプロフェッショナルサラリーマンとは、一言で言うと、会社を辞めずにサラリーマンであることの特権を 120% 活かして、自分の仕事にやりがいを持つビジネスパーソンのことです。自分がやりたいことをやるなら起業すればいいじゃんという意見も確かにあります。でも今の厳しい社会の中で、起業して成功する人なんてほんの一握りの人だと思います。だからこそこのプロフェッショナルサラリーマンです。そのまま会社で働くのもよし、人脈やスキルを活かして起業してみるのもよし、あるいは会社に属してはいても出社しなくてもいい、束縛のない自由な働き方をするのもよしです。今はリモートワークが進み、結果を出していれば自宅で働いてもいいみたいな雰囲気も少しずつですが出てきています。今回はこの仕事の考え方は絶対に持っておいた方がいいと私が感じた内容を3つ厳選して紹介していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。まず1つ目、プロは上司を仕事の仕入れ先と思うという話です。あなたに仕事を振ってくる人って基本的には上司ですよね。つまり上司は仕事の仕入れ先と言えます。こう考えると実はものすごくメリットがあるんです。それは上司に人間性や人格などを求めることがなくなるということです。あなたも入社当時は上司は人格者で、自分が困った時は悩みを相談できる、尊敬できる人なんだって思っていましたよね。現実はどうでしたかね。多分社内にそんな尊敬できる上司はごくごくわずかいたかもしれませんが、自分の直属の上司がそんな人格者ではなかったかと思います。私も新卒の頃、上司はすごい人格者なんだという思いを抱いて働き出しましたが、1ヶ月もたずそれが幻想だったことに気づきました。しかしあなたが上司に失望し居酒屋で愚痴を言っていても、現状は何にも変わらないですし、無駄な時間が増えるだけです。だからこそ上司は仕事の仕入れ先と割り切るんです。すると相性がどうとかという発想もなくなり、まずコミュニケーションで悩むことはかなり減ります。例えばですけど、営業でひどい取引先とかいるじゃないですか。でもなんであんなにひどい人なんだ、そうやって悩むことってあんまりないですよね。あくまで取引先は仕事上の付き合いであって、そういう横柄な人もいる、そうやって割り切れるかと思います。でもこれが社内、特に上司とかだと同じようになかなか考えられないんですよ。だから悩みが生まれ、仕事の生産性は下がるんです。今もし上司とのコミュニケーションで悩んでいる人がいるなら、上司を取引先と同じように割り切りましょう。いい仕事を振ってくれる人がいい上司であって、上司は仕入れ先のお客さんみたいなもんなんだ、そうやって割り切って考えてみましょう。もしかしたらコミュニケーションが今よりうまくいくかもしれません。2つ目、プロは自分の空きスペースを作れるという話です。仕事ではいつチャンスが回ってくるか分かりません。そのためにあなたは自分の抱えている仕事に空きを作る必要があります。方法は2つあります。1つ目は撲滅というやり方です。これはもうその名の通り、意味のない仕事はやらないということです。大企業ではこれは決まりだから自分の一存では廃止できない、そういったなぜやられているのかわからない仕事がたくさんあります。著者のエピソードではリストラで辞めることになったおじさんの話がありました。著者はその人の仕事を全て引き継いだのですが、大して重要とは思えない仕事がたくさんあったそうです。そこで社内の関係者に、この仕事は何のために必要なのか、そうやってヒアリングして回り、いらないなと思った仕事は引き出しの中にしまってそのまま放置したそうです。するとどうなったのか、いくつかの仕事はなんであの仕事やってないんだということを確かに言われたそうなんです。でも最終的にやるべき仕事として残ったのは約5割だったそうです。このエピソード面白いですよね。忙しそうにしていたおじさんの仕事の半分はいらない仕事だったんです。そりゃかわいそうだけど、リストラもされますよね。あなたの中でもし今無駄な業務が多いと感じているなら、引き出しの中にしまって放置してみてください。いや、これ実際にやってみてほしいんですよね。
もしやった方いたら、その後どうなったのか知りたいので、コメントもらえると嬉しいです。あなたが今している仕事、一つ一つ何のための仕事なのか、本当に必要なのかを考えてみましょう。空きスペースを作るもう一つの方法は、パッケージ化というやり方です。これは自分の抱えている仕事を店頭に並んでいる商品のようにパッケージにして自分以外の人でも取り組みやすい状態にすることです。要はマニュアルを作ってこれ見ながらやってみて、そうやって仕事を任せちゃうんです。これは上司の立場だったら後輩や部下の空いている時間を上手に埋めるのにも使えます。ちょっと空いてるならこれをやってみてくれない？やり方はここに全部書いてあるから、わからないことがあったら聞いてよ。そうやってパッケージ化してマニュアルを作っておくことで教える時間も少なくて済みます。自分で仕事を抱え込まずに周りの人に渡せるようになると仕事の幅は広がり、チャンスも巡ってきます。ちなみになんですが、このパッケージ化はもともと私もやっていたんですが、本当に効果があります。無駄な作業をする時間はどんどん減り、自分がやりたい仕事、やるべき仕事をする機会が増えるので、圧倒的にスキルは身につきます。今仕事を抱え込んで、ヒーヒー言ってる人は、ぜひこれをやってみてください。最後3つ目、プロは面接で5つの地雷を踏まないという話です。著者の又野さんは、採用面接で面接官をしているとき、面接をするとどうしてこんなにテンションが下がるんだろう、そうやって疑問に思ったことがあったそうです。そして応募者たちが面接官をがっかりさせる行動の共通点を分析してみた結果、次の5つの共通点がありました。1、会社のことを調べてこない。2、できること、やりたいことを言わない。3、自分の都合ばかりを言いたがる。4、過去や現状の不満を述べる。5、質問しないです。そしてこれは全部問題なんですけれども、この問題は面接を受ける学生だけでなく、社会人になってもこのようなマインドを持っている人がいるということです。この本の中では、1の会社のことを調べてこないが一番アウトだと書かれています。仕事をするということは、1日8時間ぐらいその仕事に時間をかけるということですよね。言い換えれば、時間というのは命です。その大切な命を使うのによく知らずにいるなんて、ただ命をおろそかにしているとしか考えられません。そんな人がいい仕事をできるはずありませんし、仲間を大切にするとも思えません。この地雷は全部で5つ挙げられたんですけど、個人的には5の質問しない人、これ本当に良くないなって思ったんですよね。私も指導する立場に何度かなったことがあるんです。そこで新人に業務を一通り説明するじゃないですか。その後に何か質問あるって必ず聞くようにしてるんです。なぜならそこでありませんという人で仕事ができる人を見たことがないんですよ。まず質問がないという時点でその仕事に対して興味がないという印象を受けます。それだけでまずやる気ないんだなっていうことを感じ取れちゃうんですよ。さらに質問があるっていうことは疑問を持つってことです。なんでこの業務をやるのか、なんでこのやり方でやるのか、新しく覚える仕事でこういったことに疑問を持つことはかなり重要です。疑問を持たないで働く人っていつまで経っても作業を改善しようなんて思いませんし、新しいことに挑戦することなんて絶対ありません。さらにこれは私のルーティンでしていることなんですが、会社に新しく入った新入社員に対して3ヶ月ぐらいしたら、この会社の問題点って何かある？そうやって聞くようにしてるんです。そもそもどんな立派な会社でも問題がない職場なんてないんですよ。もしないとしたら生産性はこれ以上上がることはないってことですから、成長することなく衰退していくだけです。ここで3ヶ月きちんと疑問を持って働いている人はたくさんの問題点を言ってくれます。そして言ってくれる人ほど仕事が後々できるようになります。もちろん3ヶ月なんで的外れな意見も出るんですが、ここで特にありませんって答えた人は仕事も遅いままですし、なんなら1年経たずに辞めていってしまいました。これエビデンスはないんですけど、これは私の経験ではほぼ 100% の確率でそうでした。そもそも人は頭の中で考えていないことは話すことすらできません。だから疑問を持つことなく毎日の仕事をただ作業としてこなす人は質問することすらできないんですよ。質問があるってことは、それだけ頭を使って考えているということです。これまで3つの話をしてきましたが、最後にこの動画のまとめです。1、プロは上司を仕事の仕入れ先と思う。上司は人格者などではないと割り切る。するとコミュニケーションの悩みは減り、仕事はスムーズになる。2、プロは自分の空きスペースを作れる。撲滅、そもそも必要ない仕事はやめる。パッケージ化、マニュアルを作り部下に任せる。3、プロは面接で5つの地雷を踏まない。
5つの地雷とは、1、会社のことを調べてこない。2、できること、やりたいことを言わない。3、自分の都合ばかりを言いたがる。4、過去や現状の不満を述べる。5、質問しないという話でした。これでこの本についてのお話は以上ですが、この本には全部で74個のプロフェッショナルサラリーマンの条件が載っていて、とても勉強になる本でした。また著者の又野さんですが、つい最近サラリーマンを副業にしようという新しい本を出版されたそうです。副業に関しての知識は私も含め、これからのサラリーマンはぜひ学んでおくべき内容だと思います。この本とその新しい本のリンクを説明欄に貼っておくので、興味がある方はぜひ読んでみてください。短い時間で学んでいただけたでしょうか。このサロンでは皆さんにとって成長できる学びや、明日から使える役立つ知識をお届けしています。もしこの動画が良かったなと思う人はチャンネル登録お願いします。また新チャンネルの歴史サロンというチャンネルも6月より始めたので、ぜひ登録して見てもらえると嬉しいです。歴史の偉人がすぐに覚えられて、なおかつ役立つ動画にしています。あと他にも心理学に特化した心理学サロンというサブチャンネル、すぐに見たい漫画が見つかる漫画スタジオという関連チャンネルなど、いろいろな活動をしています。そちらのチャンネルも説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチャンネル登録をして見てもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。